なぜ息子すら殺した俺たちをこの地へ送った。恨みつらみは消えぬ。しかし今私はカヤ様が見御事をかけた未来を信じてみようと思っている。カヤ様。アンドリア・カヤ総領女王。え、女王様のことを覚えているのですか。ルシになりし時、女王の竜より記憶を戻されたのだ。カヤ様には未来を見る力があった。だからミリテスに行くことは自らの死を招くとも分かっておった。じゃあどうして。それが必要だと思うたのだろう。カヤ様はそれを選んだ。そして私も双竜クリスタルの意志とは別の道を今。あ、そうか。これで私は全てを失うのか。仮名に縛られ赤時の守護として我が子を失ってまで国と民を守り続けたか。ここまでなのだな。それが私の選んだ道か。お前たちも選べ。自らの道を自らの意志で、そして生き抜き、死んでみせろ。おい。何なんだよ。落ちたんだ。それって…ええ、彼女はもうこの世界にはいません。マザーのこと知っているのか。まさかシドとこんな形で戦うとは思ってませんでしたね。偉そうに。我が棚心で存分に死に始めよう。別れて、かっこ撃破が良さそうだ。行こう。
番を与えよう。進むことは許可しよう。行くぞ。貴様らにできるのか。耐え続けろ。すまんな。甘いな。ここはさっきも通ったぞ。ここは白虎なのか。それにあれは。行くぞ。すまんな。
いたのかもしれない。これくらいはやってもらわんとな。先に進むことは許可しよう。ん？ここはスザクなのか？なぜモンスターがいる？暴れろ。待ってました。どうや、お安い御用だ。無駄死にするなよ。とっとと終わらせるよ。いいから下がれ。次から次へと。選択は何時に移り、
Thank you.